活躍どんどん台頭してきてるのは事実でそれは非常に刺激になりますしあの僕もまあその中の一人ですのでより自分をこう頑張らなくちゃって思うようにはなっていますね、うん、ちょっとうまく言えないんですけど <laughs> 特に日本のアニメはすんごい年上の方がいまだに現役で頑張ってるんですね。あの宮,宮崎ととかかかかか富野監督とかですからあのなかなか

90年代特にそうなんですけど非常にその閉塞感が強かった時代って言われていてそれでその,その時代の流れにあった例えばエヴァンゲリオンとかが非常にあの人々に受け入れられた時代なんですけれども今の時代はそれと今逆になってるってよく言われていてそのよりシンプルにより分かりやすくあのそういったものが好まれる時代になってきてるとは言われています。あのそのの中にあってこのパテンできるだけその

今回の作品もこの作品のために集まったフリーの集団という形で作っていますだからまだスタジオにはなっていないんですが将来的にはもちろんスタジオを構えたいと考えています制約はあの、まあのま一つは当然そのこの作品が私の長編デビュー作でしかもオリジナルのアニメのの劇場版ってなかなかやっぱり作りにくい状況にあるのも事実でその有名な漫画原作とかの方よりは難しいんですよねで。 ババジジェェッットト的にもそのハイバジェットではないんですよですからその中でいかにこういった冒険活劇というか王道のストーリーを作るかってことに関してまあ非常に制約の中で制作がスタートしたという点は確かにあります。ですがあの私はあの非常にそのコンピューターグラフィックスで空間を設計するっていうことをずっとやってきた人間ですので今回それを前面に打ち出してそのっ 動きよりも空間性や高さや高度感といったものを優先して描くっていうことで、比較的、この点のアニメにしては割と少ない枚数、作画枚数で作っているという点が今回ちょっと苦労した点と工夫した点でありますね。C'est vrai qu'on sent l'évolution de votre mise en scène。Avant, c'était des lieux clos où vous bougiez la caméra。Désormais, vous avez des lieux bien plus espacés et vous partez directement sur la sensation de vide. 私はその20代までずっと「イブの時間」までずっといわゆる部屋の中で会話をするアニメばかりを作ってきたんですが早い話が「イブの時間」を作った時にもう飽きたたなと思ったんですよあの実は「イブの時間」を作った後に今度はじゃドアの外に出て冒険する話を作ろうと思ったんですけれども実はあの技術的なノウハウというか作り方に関しては一貫していまして「イブの時間」は「イブの時間」で。 お店の中の閉鎖された空間の空間性を非常に大事にしているアニメなんですね。で、パテマもある意味それがすごく広くはなったんですけれども、空間性を非常に大事にする必要があるアニメなんですよ。その高さとか高度感ってまさに空間性が大事ですから。ですから、えっと全然ドアの外にバッて飛び出したようで、実は今まで作った閉鎖空間で作ったアニメで培った能力はそのまま生かされているアニメとも言えます。oui l'espace comme un personnage principal. nice, nice,、word. yeah. <laughs> そテマーやエッジの世界に行くまず最初に逆さまの人間が出るってアイデアがありましたので、えーっとそれ、これはそのキャラクターだけじゃなく、すべての企画においてそうなんですが、その逆さまっていうトリッキーなアイデアを使う以上、それ以外のストーリーをできるだけ分かりやすく王道なものにしようっていうのが今回のコンセプトだったので、ヒロインとヒーローも、 それなりにその王道というかあの好感が持てて誰より誰にもみんなから好かれるようなキャラクターにしようっていうのが最初にありましたまずヒロインの性格ができたんですよねあのこういう状況に置かれる女の子ですからとにかくその活動的で活発な女の子にしようと思ってそうすると今度はじゃあ男の子はどうしようかっていう時にその今回はいろんな場所でその対比キャラクターの対比があるアニメですから。 女の子はすごい元気になったときに、男の子は若干内向的になってしまったんですよ。そうで,すでも意識はあんまりしてなかったですね。ルミオとジュリエット。でも、まあ、あの、逆さまとそうでない人間の二人の絆っていう点では、古典的なそういうルミオとジュリエットのような。その、別の世界にいる、触れ合ってはいけない二人が惹かれ合うっていうのは、その。王道なものを目指して作っていたら、必然的にそこにたどり着いたという感じですね。 なるほどあの。おっしゃる通りで、僕はあの子供の頃から SF 小説がすごい好きだったんですけれども、比較的あの古典的なクラシック、クラシカルな SF 小説がすごい好きで、えー、つまり映像化された作品も、そういう古典的なクラシックな、どこか懐かしい風景を描いた SF 映画とかがすごく好きだったんですよね。その 例えば、えー「タイム・オブ・イーブにしてもあれはその人間とアンドロイドの関係性っていうテーマ自体が非常に古典的なクラシックなテーマだったりもしますし、あのー、僕,僕にとって SF っていうのは本当にノスタルジーを喚起させるももものののいいいってぐらなんですよだから本当に自分が好きなビジュアルを描いたら結果的にこういったどこか懐かしい未来像というかになってしまうんですよね。 例えばファテマで言うならばこの「アイガ」って呼ばれる地上世界はあのまあ分かると思いますがル・コルビジェの近代建築だったりとかそういった1900何年代でしょう60年70年ちょっとこれちょっと後で調べなきゃいけないんですけどもその頃に流行ったものっていうのがあのその当時考えられていた未来像というかあのその時最新だったものっていうものに僕は逆に惹かれるんですよね。 Dans votre univers, tous vos films sont originaux, ce qui est assez rare en ce moment, puisqu'il y a beaucoup de suites ou d'adaptations. Resterez-vous tout le temps dans l'œuvre originale, ou ferez-vous une adaptation d'une œuvre qui vous est chère Ces deux-là, les deux, sont dans mon cœur. J'ai l'original, de bien sûr, je veux le faire. Mais j'ai aussi une de que j'aime, et je veux la faire. ペールコクーンそれからこのパテマンでも出てくるあの遊歩道歩く歩自動歩道なんかはこれは自分なりに考えているアイザック・アシモフの「えー、ケーブ・ルオブ・スティール鋼鉄都市」っていう小説の,あのイメージなんですよ例えばそのこれは難しいですけどもし映像化できるなら鋼鉄都市はアニメ化したいなって思ってる作品の一つ一つだったりしますうんまあまあそうですね アシモフは自分なりのアシモフのアニメ化というつもりで作りました。いえいえ。なかなかハードな質問が多かったですね。<laughs>